皆さんこんにちは、日々のパン吉永舞子です。今回は初めてさんでも大丈夫、ふかふかチーズベーグルをご紹介していきます。材料と工程の一覧です。スクショしてマイレシピカードに使ってください。では早速作っていきましょう。電子レンジで温めていきますので、耐熱ボウルに牛乳を計量してください。 120g です。電子レンジで温めます。 600W 30秒温めてください。この時熱すぎるとイーストが死んでしまいますので、必ずお風呂ぐらいの温かさかなというのを確認お願いします。ここに他の材料をどんどん入れていきます。砂糖 15g、 お塩 3g、 そしてインスタントドライイースト 3g を重ならないよう表面にパラパラっと入れてください。そしたらここに強力粉 200g です。ボウルの中でゴムベラでこねていきます。小麦粉がお家にある方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらくその小麦粉は薄力粉です。パンを作るにはメインは強力粉を使っていきます。残念ながらないわという方はスーパーに売っていますのでご購入お願いします。ある程度塊になってきたら、半分によってグーパンチ、半分によってグーパンチをしたいので手でこねていってください。舞子先生に質問。牛乳を温めたのはなぜですか？発酵を早く進めたいために牛乳を今回は温めました。発酵が進むことと、あと生地のつながりが良くなるというこの2つのメリットがあります。粉っぽさがなくなって全体が均一になればそろそろ OK です。ふんわりラップをかけてさらに電子レンジで温めていきます。200W なければ解凍モードで温めてください。生地がほんのり温かくなれば大丈夫です。この生地を4等分にしていきます。カットした面が上に来るように三角を立てて、端からくるくるっと優しく巻いていきます。三角形を立てて上から押してくるくるっと巻きます。丸めの作業ですね。ボールをかぶさって少し休ませておきます。常温で5分ほど置いてください。少しふんわりして生地のつながりが良くなってきます。ではここからベーグルの形に成形していきます。麺棒で伸ばしていきます。今回あまりこねず発酵も急ぎモードで、進めてきました。綿棒で伸ばすことでまたグルテンが強くなります。閉じ目を上にしてしっかりつまみましょう。そして棒の片側を3センチほど平らに潰して、もう片側をスポッと包み込んで内側でしっかり留めます。ここでしっかり留めてないと、この後ケトリングという作業で剥がれてきてしまうので注意です。綿棒で伸ばします。生地の真ん中スタートで、真ん中から上、真ん中から下という感じで綿棒を使ってください。15センチ弱ぐらいの長さが出たら横向きに置きます。奥側から手前にキュッキュッと折り込んできます。 4,5 回折り込めるかなと思います。そしてコロコロと転がして形を整えてあげてください。この時必ず閉じ目がどこかなというのを確認して、閉じ目を指でつまんで閉じてあげてください。そしたら棒状の片側端っこの3センチぐらいを平らに伸ばします。この伸ばしたところでもう片っぽの尻尾をぐるんとくるんでいただいて、先ほどの閉じ目と同じところで閉じてあげると見た目が綺麗になります。しっかりここで閉じてあげてください。ケトリングをしている間にパラッと開いてきてしまうことがあります。
そしてまたボウルでかぶせます。少し休ませましょう。5分も置いておけば状態変わってきます。少し開いちゃったなというところがあれば応急処置で閉じ目を閉じてあげてください。大丈夫そうですね。ではケトリングしていきます。フライパン1センチほどお湯を沸かして、ここに、生地を入れていきます。舞子先生に質問。ケトリングって何ですか？どうしてするんですか？ベーグル独特の表面のツヤツヤムチムチな感じを出すためにケトリングはしていきます。強力粉が入っていますが、強力粉の中の、でんぷんが、アルファ化といいます。糊状にペトッとなることで、それを焼くとああいった独特のもちもち感、すべすべ感ができてきます。お砂糖を溶かしたら表面になる方から入れていきます。片面30秒ほど茹でましたが、表面の分厚さ、もっちもちが好きだよという方は片面1分ほど茹でていただくと分厚くなってもちもち感が増しますので、お好みで茹でていただいて大丈夫です。最低15秒、長くても60秒というところですかね。はい、ひっくり返してもう30秒茹でました。ヘビのパンらしくトースターで焼いていこうと思います。トースターの天板にクッキークッパ、くっつかない、アルミホイルを敷いておいてください。そこに引き上げたベーグル4つ乗せていきます。そしてピザ用チーズを乗せたらトースターにインです。オーブントースター 1000W で15分、オーブンの場合は200度で15分ほど焼いてみてください。トースターどうしても奥側が温度が高くて焼き色がつきやすいです。なのでくるっとひっくり返しました。焼き色が均一になったかなと思います。美味しそう。こんな感じで可愛い可愛いベーグルが焼けました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆様のご家庭の合言葉がパンが焼けたようになりますように。ではまた、バイバイ。